高校入学と同時に演劇部に入部。演じる楽しさに目覚め、自ら脚本も書いた。そんな時、友達に誘われて行ったのが宝塚歌劇団のベルサイユのバラ。アントレ・グランディルの妻にオスカル。誰です？初めて見る絢爛豪華な舞台に金髪の縦ローレ。なぜか全員女性という不思議な世界に圧倒される。求めていた夢の世界がそこにあった。すでに音大への進学が決まっていたが、高校の卒業記念にと宝塚を受験。当時は空前のベルバラブーム。宝塚音楽学校には志願者が殺到。福岡弁丸出しでろくにダンスもできない黒木にとっては落ちて当然。受験は思い出作りのつもりだった。しかし超難関に見事合格。18歳で夢の宝塚へ入学することとなる。さあ、黒木さんがこの宝塚音楽学校を受験しました1979年、ベルサイユのバラの大ブームでした。こちらね、なんといってもこの当時、宝塚においても史上最大のヒット作となりました。当日券を買い求めたファンの列が1キロにも及んだというんですね。大ブームですからね、宝塚受けるのも大変だったんです。東は東大、西は宝塚と言われるくらい、競争率はですね、なんと 22.4 倍だったということなんです。黒木さん、やはり宝塚憧れだったんですかね。はい、初めて見た時の衝撃は今でも忘れません。素晴らしかった、美しかった。はい、この世のものと思えませんでした。音楽学校を卒業後、憧れの宝塚に入団。黒木瞳の名で初舞台を踏んだのは20歳の時だった。そして入団2年目、いきなりチャンスが舞い込む。月組で絶大な人気を誇った男役スター、大地真央の相手役に選ばれたのだ。宝塚史上最短での大抜擢だった。当時の貴重な映像がある。本当に新しいコンビの、まあ、娘役、相手役になった黒木さんですけどね、あなたには大役ですね。もういっぱい、もう歌も多いし、セリフもいっぱいなんで、全部もう初めて尽くしなんですね。それでお稽古期間も短かったし、本当にどうなるかと思ってたんですけれども、2週間足らずだったからね。大地さんから見て黒木さんのいいところってどんなところですか？そうですね、やっぱりいろんな可能性を秘めてると思うし、歌も踊りも芝居もね、できる方だし、ね、何が一番お得意なんですか、黒木さんは？お得意って言われたらそうないんですけども、お芝居は好きなんです、ロザリオ。入団2年目で異例の娘役トップに就任。常に実力以上のものを舞台で求められた。神様、どうかあの方をお守りください。あの方は暗い色に一人。公演の旅、批評家からは酷評を浴びた。幼い頃、人前で歌えなくなった苦い思い出がよみがえる。陰で泣き、人の3倍努力した。娘役トップの黒木瞳として、もっといい演技をしなくては。プレッシャーが彼女を追い詰めた。そんな時、陰で支えてくれたのが相手役で大先輩の大地真央だった。あれは自信を失い憂鬱な毎日を送る、そんな時に開かれたパーティーでのことだった。ひとみくん、
今日の舞台は良かったよ。頑張んなさい。可愛らしかったわ。演技も良くなったわよ。この人たちいいとは思っていないのに上辺だけで褒めているんだわ。いやだ、もう聞きたくない。やめてよ。突然涙が止めどなく溢れてきた。こんなところで泣いちゃダメでしょ。声をかけてくれたのは大先輩の真央さんだった。彼女はもういっぱいいっぱいだったんだと思うんですよね。私はすごいその気持ちは痛いほどよく分かったんですけど、そこでやっぱり泣いちゃうと負けちゃうぞっていう、そんな思いもあって。パーティーの後、真央さんが連れてってくれたのは神戸の夜景が見える丘だった。さあ、ここで思いっきり泣きなさい。そして気が済むまで泣いたらこのハンカチを捨てなさい。はい。私はハンカチとともに胸にたまったものを捨てた。なぜか再び舞台に立つ勇気が湧いてきた。やっぱり舞台に立つと私たちって何があってもやっぱりその役を一瞬生きなきゃいけないわけで、自分の感情とはまた別のところで葛藤して、その役としてその時間は生きるっていうことをしなきゃいけない作業ですから、彼女が心の整理を自分でやっぱりしないと明日に向かっていけないと思っていたので、見守ってようと思ってました。誰からも認められる女優になろう。黒木は今まで以上に努力を重ね、ダンスに歌、そして演技に磨きをかけた。大地に支えられながら少しずつ確実に娘役トップとしての自信と実力をつけていく。あなたもニューヨーク一と言われるギャンブラーでしょ、うん、ねえお願い、何とかしてあげて。じゃあどうだい、もし俺がこの始末をつければ、あんたは日頃の俺の思いを叶えてくれるか。いつしか二人は宝塚を代表する名コンビと呼ばれるまでになった。そして入団から4年目の夏、大地の退団を機に黒木も宝塚を辞めることに。その華やかな舞台の幕を閉じた。黒木24歳、また次の夢に向かい始めた。まあ何度か出てきました、はい、大地真央さんの存在ですけど、はいはい、これはやはり大きな存在だと思うんですけど、頼りになる先輩だったみたいですね。そうですね、とっても優しかったし、とっても厳しかった。一つずつ、あ、こういうことなんだ、こういうことなんだっていうのを一つずつ教えてってくださって、ですからそれからエンターテイナーとしても、そうですよね、お客様に見せるって、私たちはプロなんだからっていうような、もうそういうことから、舞台人からね、それから生きる姿勢から教えていただきましたし、私ミュージカルって何にも知らなかったんです。ブロードウェイって言われても知らないし、キャッツって言われても知らない、見たこともない、こうしなさい、ああしなさいって言われても、その何でしょうか、その上達性分からないから、うん、こういろんなことをこうやらせていただくんですけれども、理想形が分からないんですよ。ここに到達しなきゃいけないという、それをずっと教えてくださるわけですよ、真央さんとか先生。はい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 。で、なんとかこういうことかな、こういうことかなって言いながら、努力するわけですね。それでやはりいただく役と自分の実力とやり方がわからない、そのギャップが、だから上手よって言われても本当に上手なんだろうかとか、下手よって言われるとそうだよねとか、そういうふうなふうに思ってしまうと、どん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 溜まっていくんですね、はい、自分が内向的になってしまうんです、うん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 、だから何を言われてもこういっぱいいっぱいになってしまって、ある時真央さんが人前でちょっと努力を見せなさいと、
じゃないと周りが納得しませんよっておっしゃったんです。でも私は水面下の努力というのは人前でするものじゃないと思っていたので、うん、いつもこう人がいないところでもうコツコツ地味にお稽古してたんですね。でもそれじゃああなたが全然練習してるように見えないと、そんな上手でもないし練習しても上手じゃないし、だからちょっとでもいいから努力を見せてもいいのよって言われたのはすごく印象に残ってます。